キャメラだ。ちょっと、はい、何してんの？謝って。これ買うの？あ、これ買わない。買わない、じゃあ置いて一回バックして。あ、それ、後で外でいいっすか？な、あ、こいつ、捕まえたから。な、一回外ね。ま、そこいるから待って、いい？何回目？大学生？え、社会人です。社会人って？アホが謝り失敗です。まだ起動してんの？まだ起動してるみたいだから、ちょっとこう自分が常に持っててくれる？ちょっと自分なんですけど、ちょっと謝る、はい、ちょっとそっちとか大丈夫？大丈夫っすね。大丈夫、俺がいるんで大丈夫っす。こっち壊れました。もう話、ちょっと怖いかな。キャメラだ。交番行きます。どっちがいいの？あの、話聞かずにもう交番行きたい。お願いします。本当に。見ていただいて大丈夫なの？交番行く？怖いって言ってるからダメ。お願いします。まあ、前やるから。じゃあ前歩くんで後ろついていってもらっていいですか？いいから後ろって。お前が前行って怖がってんのな。中見てもらって大丈夫なんで。中とかじゃないでしょ。中見んの？見ていただいて。どうなってんの？あの、渡していいですか？スマートフォン貼り付けてんの？意味わかんねえ。女の方めちゃくちゃ動揺してるから。いや、本当に泣いてるから、ぶっちゃけね、はい、だから一回落ち着くの待って、はい、まあ、君に謝る機会を一旦は与えてあげるからさ、はい、まずな、すいません。本当はあんだけ泣いてたらもう問答無用だぞ。そうだけど、まあ一旦謝る、まあ、まだ若いだろうからお前も、はい、なんか一旦謝りたいらしい。どうしても。いらないだって。すごい怖いっすか？めっちゃ怖い。いや、もう無理だって。謝る機会は与えれない。何でもしますんで。本当にお願いします。ここに行きますね。無理、前歩いて、怖いから。無理。いや、もう無理って言ってんなら無理よ。俺じゃないから。本当にこう、いや、ちょっと本当になんかいろいろ今人生やばくて、本当にどうかいいかもしれない。いや、関係ない。女の子が無理って言ってんなら無理。いや、本当に人生終わります。何の人生が終わるんだよ。いや、もう仕事も、もう正直もうゼロで、で、今から単発の仕事とか、家賃も全部買えるとか。え、関係なくない？別に。じゃあ、後ろついてきてもらえますか？前歩いて。前歩いて。いや、無理だから。女の子無理って言ってんだから無理。ちょっと話すだけでいいです。だから、それ話すなら弁護士通せ。うん、基本無理だから。女の子無理って言ってんだから無理。本当にお前は、本当にもういいよ、買っちゃいます。本当に終わっちゃいます。傷ついてるのはそっちだよ、女の子の方だよ、お前じゃないよ。だからお前はもうちゃんと償って怖いってな。いや、本当に僕人生終わりだと思う。いや、終わんねえだろ。死にたいです。いや、そんなん大丈夫、終わんねえよ。いや、あの、今お金もなくて本当に人生終わります。終わんねえって。で、そう、俺に言うことじゃないし、そもそもな。だから本当に怖がってらっしゃるんで。それは怖がってるでしょ、当たり前じゃん。もう、本当に人生終わるんです、僕。知らん、だから女の子が無理って言ってんだから。死にたいとかさ、関係ないから。本当にやめた。もう本当に、もうなんか、お前もさ、そんな若い面してんのに、はい、そんなことして、はい、どう見ても若いだろ、お前。人生終わっちゃいます。お願いします。どうすんのよ、だって悪いことしてんだから行くしかねえだろ。いや、本当に謝らせてください。全部知ってます。謝るのいらないって。本
教師されてんだから。お願いします。そこ行って。実力行使しちゃうよじゃん。いや。力づくとかやりたくないから俺も。な。はい。そっち行って。自分の足で行って。なんとか。それは俺に言うんじゃなくて、それは女性が決めることであって、で女性が無理っつってんだから、それ無理。そうです。無理。やったことはやったこと。だこうなること分かってやってんだろ。捕まったらこういうことやって、それでね発見されたらやべえってな分かってんだろ。やったんだろ。リスク取ってやったんだろ。ではもうそうなることしょうがないし。はい、とりあえず。後ろついてきてもらっていいですか。前歩いて前。はい、前な。僕もなんかその近づくとか本当に。うん、やんないやんない。近づくやんない。自分で歩いて。自分は歩きてるんですけど。うん。いや本当にちょっと本当にやばくて人生。人生やばいで、でもリスク取ってやったんでしょ自分で。こんななんか仕込んでさ、なんか意味わかんねえ。こんな普通やんないよ普通の人。でもそれ謝ってる。それは警察に言ってくださいな。俺に言うことじゃないから。俺ただの目撃者だから。内定だけ決まっててまだ入社前なんですよ。入社前なの。なバレンバレンバレン。大丈夫大丈夫、行こう。どうなりますか。バレンバレンバレン、はい、行こう、はい、行こうそれお巡りさんに言って。お巡りさんにこういう事情だから内定とか取り消しされたくないから、ぜひそこだけちょっと勘弁してくださいと。しっかり反省してるんで。いや言ってくそれな。大丈夫。俺に、いや分かんないよそれ。ただ本当お兄さんだけが俺に言うことじゃないからさ、シンプルに。でも行くとなんかいろいろ罰金とか。それあるだろそれ、うん、しっかりやってそれあっちで。お金なくてもえ人生は。知らん、それ親に頼ってやな。知らんから行って。知らん関係ないから。もう女性が行きたいっつってんだから。もうみんな困ってるからお前のせいで。俺も困ってるし、行こうな。ちょっと行って自分ましてな。実力こうしたくないから歩いてな。歩いて、はい。一瞬だけ話とかできないっすね。一瞬話できます。はい、できない。はい、できない。はい、こうできないな。言われちゃったからお前が悪いんだな。だからもう今日でやめろな、はい、な。そう、みんなやばいんだって。こんなことしたらそれ分かってやってんだろ。え、自分ちょっといろいろ今。じゃあお前だけ特別なんか。お前だけやっていいんか、こういうこと。いや、だろ、はい、だからしっかり行くんで、うん、なんか反省して。こうしたらいいって。あー、嘘つかない。本当のことを正直言って反省してるってことで、もう二度とやりません、それだけ。あ、変に変に嘘ついたりしたら、はい、ダメになる。なんか初めて捕まる。大丈夫だよ、初めての大丈夫。いや、なんかある。何がある。中学生の時だったんですけど。じゃあ大丈夫。中学の時何したの。同じようなことです。あ、ね、大丈夫。中学の時も盗撮したの。はい、中学何年生。2年生とか。お前やばいぞ、それ病気だから。もうそれしっかりおまりさんに言って、もう本当治したいんですよ。精神科通いますか。家なんか何ですか。なんか言わないと、言った方がいいこととか正直に全部話すんですけど。正直に話して、もう本当ごめんなさいと。大丈夫ですから、僕人生。大丈夫。それで病院行ってんの。精神科は行ってないです。今度から精神科通いますしっかり。もう自分でも病気だとやって気づきました。でも精神科通って、しっかり直すまで精神科に通いますって。本当にすいませんでした。大丈夫、全部正直に。そう、正直に言った。でも本当安静の様子を伝え、俺もお前に言ってるから。なんか自分もすごいこんなのが嫌で、こんな自分が嫌だったんですけど、でもなんかそういう欲求に負けてやってしまったんですけど。それ病気だから。多分いや本当に病気だった、うん、だから精神科行け。全然恥じることじゃないよ。もうなんかそう、お兄さんになんかこうやって強制されたんで。うん、そう、本当にやめ。きっかけ。そう、きっかけ。もう二度とやらないんだ、はい、もっと偉くなってこういうことするより今の若いうちにやって、もう二度としない方がいいだ。長いからしいっす、はい、今85とかに生きちゃうんだからしいっすな。そう、はい、いいよ、俺も言ってやるけど。あ、そう、全部正直言って、もう今度から精神科通いますけど、しっかり言って。大丈夫です。彼。ちょっといい。非常に怖がってる。一回外出す。ちょっといい。はい。はい。
会計に並んでたんですもんね。そしたら後ろにあいつがいて、あのプランティしたやつで、はい、中に多分ガムテープであのスマートフォン貼り付けてるんですけど、はいはい、穴開いてるとこから撮ってるって感じです。穴開いてるってのは上 の, あの普通の間口のところ。いや、違います。なんか袋に穴開けてる、側面に穴が開いてます。ちっちゃい。時間は何時ぐらいかかる。はい、先生。